本当にこの映画で監督には本当にどん底から救い上げていただきました。本当に感謝しかありません。本当にありがとうございました。坂本淳二監督、2021年5月26日監督と出会いました。あの時監督には自分なりに覚悟を持って会いに行きました。監督の顔を見た時、正直何を聞かれるんだろう、何の話をするんだろうと怖さに似た感情がありました。あの日から今日の公開を迎えるまでの数ヶ月はあっという間だった気がします。監督と出会えたこと、素晴らしい先輩方とご一緒できたこと、本当に感謝しかありません。冬装備は僕にとって宝物です。坂本監督をはじめ、この作品に携わってくださった全ての皆様、お芝居する場所をくださったキノフィルムズの皆様、本当にありがとうございました。この冬装備が僕にとって自分の第2章の始まりだと思っています。坂本監督と出会い、この先もずっと役者として生きていくと改めて強く思いました。そして芝居が大好きだと改めて強く思いました。坂本組に自分を招き入れてくださり、本当にありがとうございました。あ、次はボクシング映画でご一緒したいです。2022年6月3日、伊藤健太郎。やばいよ。坂本監督、いかがですか？ちょっとやばいですよね。まあ、今感謝のことは僕だけ対してだけじゃないと思うんですけど、俺もなんか手紙書いてくれなかったかなっていうぐらい。いや、もう俺ここ立ってられなくなっちゃいます多分。この手紙のことは聞いてなかったからね。バラだけいただいた時のコメント、エッチやなとかそういうのは考えてたけど、ちょっと参ったな。ただそのなんだ、一方的に感謝された感じですけど、僕も彼の仕事が来なければ伊藤健太郎っていう人と仕事をするということがなければ、このような脚本、このような物語は多分一生書いてないんで、そういった意味では僕にそういう物語を綴らせてくれた、伊藤君に本当に感謝です。バラ返します。いや、そんな。バラ返ってきちゃいました。いや、でも本当に嬉しいですね。なんか監督と出会えてなかったら、こんなにも素敵な作品に巡り合えることも、こんなにも、ま、一緒に出演してくださった共演者の皆様と巡り合えることもなかったと思うし、なんかこう、なんかいつも思うんですけど、なんでこんなにも自分って人に恵まれてるんだろうなってすごく思うんですけど、でもこういう方々が自分の近くにいてくださるっていうことは、これから先ももっともっといいものを、ここに来てくださってる皆さんもそうですし、今日来れなかった方々もそうですけど、そういった方々に、素敵なものを届けることが自分の使命だと思ってますので、これから先も、
芝居、映画、ドラマ、まあ、いろいろありますけど、素敵なものを皆様に届け続けられる、現場に居続けられる役者になっていきたいと思っておりますので、これからもどうか皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。